さあこの方がどなたですか？そしてこの方が僕が20年前からお世話になっているコンポンチュナンの漁師さん。昔はここの集落の村長さんだったサムさんです。でここを今見てもらうと、もう本当にね、綺麗な道路があって、オートバイとか車が走ってるんですが、実は昔はこの道路がありませんでした。で、ここ今、階段がね、階段があるんですけど、今、くの字型にね、階段、ちょっと変形しちゃってるんですが、昔はこのままストレートにね、ビューッと向こうまでこの階段がくっついていて、換気はもうちょっと下の方までね、降りることができたんですけど、雨季になるとトンレサップ湖のトンレサップ川の水がどんどん増えるんで、この家の下ですね、ここの真ん中ぐらいまでお水が来てました。なので僕は多分ね、写真があるんで後で載っけるんですが、ここに僕が座って竿をね、こうやって下に餌をつけて落とすと、フグとかあとキレの赤いね、でレッドフィンバルブとか、いろいろな魚がここで簡単に釣れました。ただ国の整備でね、ここに綺麗な道路ができたんで、それが去年なんですけども、それ以降多分雨季になってもこの家の下には水が止まらなくなってきたんで、ちょっとね、みんなのここの集落のみんなの生活もちょっと変わってくるんじゃないかなって思います。で実は電気も来たのが5年6年前で、水道が来たのが3年4年前なんですね。だから僕がここに来き始めてから10年間以上はもう本当に電気も水も全くなくて、もういつもねお風呂といえばここ降りてって、そのままスロープからね水にザバーッと入ってシャンプーして寝てたんですね。昔なんか、NHK さんとテレビ東京かなの番組でもここへ来させてもらったんですけども、その時の映像なんかはね、その雨季で僕が裸になって、シャンプーをしてる様子もね、ここが映されてるんですけどもね。今この子のお母さんなんかも、まあ後で紹介するんですが、ちょうどうちの子供ぐらいの大きさだったんですね。それがもうやっぱ20年経つとお母さんになって、こういうちっちび子がもう生まれてるんで、まあ一応そういうこの寒気の歴史の一部をなんか一緒にね、ずっと感じてこれた、まあ、とても大事な家族の一つなんで、今日はね、来ました。で我が家も実はこれ3年ぶりぐらいかななんですね。で昔はねちょこちょこ来てたんですが、なかなかね来れる機会が少なかったんで、まあ、今回僕がプノンペンの方へね、トンレサップ川へ行くっていうことだったんで、後から うちの家族も合流して、本当に久しぶりにここへ来ました。でまあ今回ここ来たんですけど、特に大きな魚関係でね、何をするかっていうわけでもないですけど、もう目の前が川なんで、まあ、1日か1日半ぐらいしか滞在しないんですけど、その間にね、あそこにちょっと魚釣りしてみたり、あとはあの市場にね、が近いんでね、そっち行ったり、あと漁師さんが船着き場にね、もしかしたら魚を取って
帰ってくるかもしれないんで、そういうタイミングがあったら、そっちへ行って、まあ、そんな変わったもんはいないと思うんですけど、まあ、せっかくなんでトンネサップ側の魚を紹介できればなと思ってます。というわけでちょっと今日はのんびり家族でここで過ごしたいと思います。でなかなかこういう家でね過ごす機会って、僕もカンボジアに住んでてもほとんどないんで、やっぱ田舎に行った時しかこういうのはしないん で特に子供はね、うちのちびっちょはこういう体験ほとんどしたことないんで、せっかくなんでみんなで、楽しもうかなと思ってます。で多分晩ご飯、昼ご飯、朝ごはんは魚だと思うんでお母さんがねすでにもう作ってるんで、その辺はちょっと楽しみにしてるんで、まあ、ゆっくり過ごしていきたいと思うんで、ちょっと魚関連でね何かあったら紹介します。僕がサムさんと船着き場でね、早朝魚の探しに行った時に偶然ね、僕が欲しい魚を持ってきてくれたんですね。それがきっかけでチャンスと思って、僕はまだその当時1年目2年目だったんで、カンボジアの人の知り合いがいなかったんですね。でこの人だったらいけるかなと思って、かなり強引にサムの乗ってた小舟があるんですけど、その小舟に僕が乗ったんですね。で絶対降りないって僕はもう決めてたんで、すごくね困ってたんですけども、なんか家に行きたいっていうのをねこうアピールして、それでここまで連れてきてもらったんですね。で連れてきてもらったらもう僕の中では絶対今日は泊まってやるって思っててで正直みんなね、家族もね、日本人が来ちゃったよってね困ってたと思うんですけども、僕は帰らないっつってね、一泊その時泊めてもらったんですね。でそれがきっかけで、いろいろ料理もたくさんいろんな量を知っていて、本当に僕がこのトンネサップ川の魚の量を全てを、ね、教えてもらったのはこのサムさんからなんですね。なので本当に僕にとっては大事なお師匠さんで、今でも大事にしたいなと思ってて、本当3年ぶりなんですけどね、来ました。まあただ残念ながらね、もう今年はサムが言うには魚が少ないという情報なんで、俺は漁に行かないよってさっき宣言されたんで、多分サムの船には乗んないと思うんですけども、またね知り合いの人は近所のね漁師さんやってるんで、機会があったら見に行きたいと思います。でここで一泊泊まった後、僕はやっぱね泊めてもらった以上お礼をしたいってね、彼のポケットに帰り際にね
5ドルだったか10ドルだったか20ドルだったかもう覚えてないんですけども、ちょっとしたね手紙をカンボジア語で書いてピヨッとこうポッケポッケに入れたんですね。ほんで僕は町へ帰ったんですが、その後汚いねあのオンボロの宿に数時間後にねサムが来たんですね、帰ってきたんですね。その時にあのお金を僕は渡してた紙に包んだお金を返しに来てくれたんですね。でその時に、こんなお金はいらないよと言ってくれて、でそれが僕の中では決定的で、もうこの人と付き合おうって心に決めたのが本当にこの人とのね、長い間今日までやってこれたきっかけです。うわ、トーン頑張りろ。何？ねえ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 、ビロイバイロサム、トラップチャップトレニーサルピダーミンタラクミンオマチナムミンボナプチナムン。わឥឡូវ1គីឡូ100ដុល្លារអូក្រេតុងទុនលេបាទបាទនិងបាំងធំបាទបាទអាចូលជាប់ប្រវែងដងខ្លួន2ម៉ែត្រកន្លះ2ម៉ែត្រកន្លះធំធំនៅទូកគេហៅត្រីកោហោដល់ធំឡើងគេហៅគូរៀងបាទបាទបាទគូរៀងហ្នឹងគូរៀងត្រីគូរៀង100ដុល្លារបានណាយោយោទៅផាត់ឲ្យជលផលគឺចាក់សមត្ថកិច្ចចាក់ចន្ទត់ Vietnam លួចលួចយកញ៉ាំញ៉ាំយកទៅឈ្ងាញ់អូធំធំមក200គីឡូ300គីឡូឈ្ងាញ់パカホはベトナム人が大きなのが取れると買い付けるそうで、1キロ100ドルを超えるぐらいの値で売られるそうです。クロンアドミンならクロンアドミンね、ピダムスボウチロンピダムチロンならアドミンピダムムエああバー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 ដល់ខែទឹកឡើងខែ6ខែ7ទឹកហូរមកវាកើតកូននៅនោះវានាំកូនវាទុបទុបវាមកទន្លេសាបតែឥឡូវគេធ្វើឲ្យវារីអគិសនីទៅវាអត់អត់ប៉ាម៉ាលអត់មកអត់មកទេទៅវារីអគិសនីដល់មករកនេះ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 昔あのパンガシウスの数種類が昔はこのトンレスアップまで メコンから、ラオスの方から来てたんですが、今はラオスよりも上にねダムがたくさん作られ始めたんで、この魚が今ではここまでね根本チュナンのトンレスアップまで、来なくなったって漁師さんは言ってますね。ត្រីសាច់វាឆ្ងាញ់ល្អចិញ្ចឹមហើយជាពុំមកកែមួយប្រមួយកែអមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានយើងឲ្យលុយវាស៊ីអូបាទបាទបាន2គីឡូមកហើយអាយទៅយកថៃទិញ1500ដុល្លារបាទ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 ឥឡូវអត់មានបរាយនេះអានេះគេហៅត្រីខ្លាអានេះខ្លាខ្មៅនេះអានេះខ្លាជាងហ្នឹងអត់ទេអានេះត្រីជាងត្រីជាងអានេះខ្លាជាងអីតោនេះថោពីហោ20ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនមានណាអូមានមួយ3គីឡូឯងប៉ុណ្ណឹងច្រើនអូច្រើនដល់យូរទៅវាដូចជាអស់ពូជមិនដឹងជីវិតទៅខាងណាអត់មានកើតទៀតអូសត្វវាសត្វវាឆ្ងាញ់ណាស់ហ្នឹងបាទឆ្ងាញ់អូសត្វវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងអូទេ今ガトニオネの話は今もう以前も何回も聞いてるんですけど、やっぱり20年前30年前はいっぱいいて、サーモさんも食べると美味しいぞって言ってるんで、やっぱあのプルケールがここにいたんですね。ということです。大体当時は漁師さんは1キロあたり500ドルぐらい5万円ぐらいで、市場の専門の業者さんに
数キロ集まるとそれを売りに行ってたそうです。多分僕らがその当時日本で買ってた、カンボジア産プルケールは、おそらくここから取られた個体がかなり確率が高いですね。で実際に分布域としては本当にこのエリアが最大の産地だったんで、かなりの割合の個体がこのエリアから行った個体だったと思います。反対さんも、はい、というわけで今回はちょっと番外編で、直接魚そのもののね、ガサガサではなかったんですけども、まあ、せっかくなんで、まあ、個人的にちょっと記録に記念としてね作っておきたかったんで、ちょっと個人的なプライベートの部分がねちょっと多かったんですけども、お伝えさせていただきました。こんな感じで、もう本当に長い付き合いの漁師さんが全国にね何人かいるんですけども、そういった人たちの、ことも また紹介していきたいんで、見ていただけると嬉しいです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。それでは。